土曜日、お休みしました。残りの作業お疲れ様でした。知らずにいらっしゃった方にはまたフォローしておいてください。土曜はもともとね、予約だけというふうに言ってるので、まあ、確認してくださいと言ってるけど、どうしても忘れちゃうからね。例えば、アイベカードなんかにしても、僕らにとっては、無料でいくつでも発送しますっていうのは当たり前だけど、知ってても忘れちゃう時もあるし、もちろん知らない人の方が圧倒的に多いから、まあ、いつも言ってるけれども、定期的にやっぱりお知らせをするとか、僕らにとって当たり前だと思ってることは、普通の人にとっては、普通の人っていうか、他の方にとっては当たり前ではないので、まあ、同じ内容であったとしても、しつこくお伝えしていくっていうのは、まあまあ、これは常々言ってることですから、これ肝に銘じて、例えば口呼吸から鼻呼吸ですよとか、あやめ体操ですよとかっていうことも、まあ、言いながら、めんどくさいねと、ね、またこれかと僕ら思うんだけれども、聞く人にとっては初めての内容なわけだから、まあ、それを新鮮な気持ちでね、伝えていっていただきたいというふうに思います。これはもう指伸ばソックスにしたってトレーニングにしたって全く同じ。昨日かね、関東は梅雨明けしたみたいで、この辺りももう梅雨明けしちゃうんじゃないかな。今週も全く雨の予報がないから、まあ、このまま雨が降らずに渇水になっていくんじゃないかなと、ちょっとヒヤヒヤしてますし、もちろん電力不足なんかもね、すごく言われてて、まあ、新潟も35度だったし、その日、はなんか、伊勢崎なんか40度とかって言ってたよね。昨日もまあ東京もすごい暑かったけど、まあ、それで電力使うなって言ってるんだけど、まあ2011年なんか考えても、その時は、ね、みんなで計画停電とかやりながら、すごくひっそりと街が夜がしてたのに、なんかもうそれすっかり忘れちゃって、10年経てばもうこうこうと明かりがついている、なんでこんなとこまで電気がいるのかなとか、こういうとこまで照らさないといけないのかなとかというふうな思いもしなくもないけれども、やっぱりそういうのを見極めること、見極めて、夜だからいいじゃんじゃなくって、減らしていくことすごく大事かなというふうに思います。それは水だったりとか、まあ、資源が限りあるということでね。まあ、普段 SDGs、SDGs って言いながらも、今日の新聞にも SDGs のことがいっぱい載ってたけれども、ワッペンはめてる人いるよね、ここにね。ワッペンはめながらさ、暑いさ、電車の中でさ、ジャケット着てるってさ、本当おかしいと思うわ。SDGs 考えたら、ジャケット脱げよと。だからエアコンがいるんじゃんって。ワッペンは何なんだって思うけれども、本当にそういうのが形骸化してるなって思う。SDGs 自体は素晴らしい考えではあると思うけど、やっぱり商売にならなければ誰も乗ってこないから、あれしながらさ、もうおっさんがジャケット着てさ、脱げよって思うけど、そんなことができずに SDGs つけたってさ、いや、電気代どん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 上がる一方なわけじゃない。なんかその辺が本当ちぐはぐしてるなというふうにね、思います。今週6月から7月の代わりで、2022年も折り返しですけどね、まあ、みんなこうやって元気にね、仕事ができて、を遂行できるっていうのはね、まあ、これ以上にありがたいことはないですな。まあ、今週も、患者さん方いっぱいいらっしゃると思いますし、まあ、新規の方もね、いらっしゃると思いますから、まあ、しっかりとさっき言ったみたいに、初めて来た方っていうのは、僕らにとっては当たり前のことが当たり前ではないので、そのことを肝に銘じながら、スムーズな、ね、以前も言ってた滑らかなね、診療が滑らかに、あるいは案内が滑らかになると、その後の摩擦が少なくなるから、もうその後がどん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 滑らかになっていくので、最初のつまずきからどん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 ボタンの掛け違いが起こるように、初めの滑らかさを目標に今週もしっかりと取り組んでいきましょう。今週か。今週はね、明日が共同通信の取材か。で、その夜が、セミナーなので、クリニック早く出ます。で、金曜日が広瀬さんで、
今度の週末は、自宅でのオンラインセミナー受講するので特にありません。あと13日にキミコ先生がいらっしゃるから、あのインソールを作成を、お昼か朝かちょっとキミコ先生とまたやり取りします。以上です。はい。